実はここつまむだけで、白髪、抜け毛、薄毛、一気に解消する方法。ぜひ一緒にやってみてください。はい、それではまず、ここを押してみてください。凹んでしまった人は、老廃物が溜まって老化しているので、早速一緒にやっていきましょう。眉間を揺らしていきます。 ここの部分には前頭筋という筋肉があって、この筋肉は頭皮にそのままついています。また、この前頭筋は眼輪筋という目の筋肉にもつながってきますから、老眼のような症状の原因ともなります。特にストレスが溜まっている人は、 この部分硬くなって、シラが抜け毛薄毛の原因となってしまいます。ではそのまま真ん中に手を置いて横に揺らしていきます。揺らして揺らしていきます。前頭筋は顔を上に引き上げてくれるような筋肉にもなってきますから、 ほうれい線だったり目の下のたるみやしわの原因ともなってしまいますから軽く軽くで、ね、大丈夫です。揺らしてほぐしていきましょう。そうですそうですそのままゆっくりゆっくり。はいでは生え際の部分に手を持っていて横に揺らしていきます横横に横に揺らしていきます。 ここの部分をしっかり揉んであげることによって、また食欲というのも関係してきます。ここの部分の食欲というのは、前頭葉という脳みそが調節しているんですが、ストレスがたまる、前頭筋が硬くなる、食欲が上がる、髪の毛に悪いものをたくさん食べてしまうという悪循環になってしまいます。 はい、では手をそのまま横に揺らしていただいてこの横の部分を軽く揉んでいきましょう。軽く軽く揺らしていきますそうですそそううでです。 ここの部分にはですね、側頭筋という横に扇形についている筋肉もついてきますから、顔を引き上げてくれたりとか、頭皮の硬さにも関係する部分になってきますから、しっかりと揺らして、 筋肉を柔らかく柔らかく頭皮も柔らかくしていく必要がありますはいでは逆側も同じようにやっていきます揺らして揺らしていきますそうですそうです少しずつ顔も引き上がってきたりとか温かくなってきたなーっていうのも感じれると思いますゆっくりで大丈夫なので少しずつ 少しずつ円を描くように縦方向や横方向いろんな方向にくるくる揉んでいきましょうはいではこのような手を作っていただいて横の部分から上に上に上げていきます上に上に斜め上方向に上げていきますこの時も爪は当たらないように 手の先の部分が当たるようにして軽く軽く上に上に斜め上方向に上げていきますそうですそうですいい感じですねそのまま上に上に軽く軽くしていきますはいでは生え際の部分から後ろに後ろに下げていきますここにはですね 筋肉の膜というのがついていますからこの膜というのが側頭筋だったりとか前頭筋全部上に引き上げてくれるようになりますこの膜が硬くなっていると顔が前にたるんでくるなんていう原因にもなりますから最初にチェックしたここの部分へこんでしまうと老廃物が溜まったままになっている証拠ですはい、ではですね 髪の毛をサラサラサラっとしていきます。髪の毛をサササラララっと全体的にしておいてくださいこうすることで髪の毛の根元にある毛根筋というのが緩むようになりますから抜け毛薄毛白髪の予防にもつながってきますから軽くサラ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 していきますそうですそうです全体的に。 強くする必要ないですから楽にさらさらしていきましょうそれでは眉間の部分を軽くつまんでいきます軽く軽くつまんでいきますここからは皮膚と筋肉の間の老廃物流していきますなので軽くつまんで間を空けてあげるようにしていきます そうです、そうです。ここをしているとお腹キュルキュルキュルってなったよっていう方は、自律神経が整って老廃物が流れる準備ができているよという証拠です。そうです、そうです。はいでは真ん中の部分まで上げて軽くつまんでいきます。軽く軽くつまんでいきます。ここはつまみにくい部分なので、おでこのシワを寄せるようにしていただくと出てきたりとか、手を当てて、 このようにしていただくだけでも十分ですから、軽く軽くつまむように横方向や縦方向につまむようにしてみてください。そうです、そうです。そのまま軽く軽くつまんでいきます。はい。では生え際の部分ですね、ここも軽くつまんでいきましょう。つまんで、つまんでいきます。そうです、そうです。 ちょでですすすね生え肝の部分遠くに固くになりやすいですまたここの部分硬くなってしまうとどんどん視力も悪くなってしまいますし抜け毛薄毛が頭皮がですね硬くなってしまうことによって起こってしまいますから軽く軽くつまんでおきましょうそうですそうですいい感じですねそのまま。 はーいではですね、この目の横の部分ですね、ここを軽くつまんでいきます。つまんで、つまんでいきます。そうです、そうです。この耳の部分からですね、皮膚を持ってくるような感じで、軽く、軽く揉んでいきましょう。つまんで、つまんで、皮膚と筋肉の間の老廃物を流すようにしていきます。 そうですそうですいい感じですねそうすると頭皮がだいぶ柔らかく柔らかくなっていきますはいではこめかみの部分ですねここをぐるぐる回していきますぐる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 回していきますこうすることで頭皮が柔らかくなるだけではなく頭に溜まった老廃物をしっかりと流すことができますから上から順々に 流して流していきます。そうです。そうです。ぐる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 円を描くように回して回していきます。そうです。そうです。いい感じですね。で、この部分に手を置いていただいて、そのまま首をぐーっと上に上げていきます。ぐーっと上に上げていって。 ゆーっくりゆーっくりそのまま手を後ろに後ろに生え際の部分まで伸ばしていきますそうですそうです後ろにぐーっと引っ張って伸ばして首もゆっくり上に上がるようにしていきますそうですそうですそのままぐーっと上に上にそう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 いい感じですね 流れていっていますそしたらですねこの横の部分をぐーっと内側に押すようにぎゅーっと押していきましょうぎゅーっと押していきますそうですそうですぐーっと頭全体を内側にぎゅーっと押すようにしていくと全体的に頭皮が柔らかくなっているなっていうイメージが大事になりますからゆっくり。 ゆっくり、あ、ゆるくなってるなーっていうイメージをしながら、内側にぎゅーっと押さえていきます。はーい。では、ゆっくり手を下ろしていただいて、もう一度ここを押さえてみてください。凹みが少なくなってるのではないでしょうか。上手にできている証拠です。他にも白髪をなくす方法や、視力を回復する方法を紹介してますから、ぜひやってみてください。それでは、また明日。バイバーイ。